まあ、我々としてはもう即戦力として期待してますので、中盤のところをお任せしたいというふうに思っているみたいな気持ちで、獲得させていただきました。これ以降、あとは明治も最後3連覇に向けて全勢力をこうしっかり出して気持ちよく連れてきてください。よろしくお願いします。ありがとうございました。この間もここだけでいいって言われて、あ、面白いね。来季から東京ヴェルディに加入することになりました、明治大学の稲見哲幸です。幼い頃からの夢であったプロサッカー選手としてのキャリアを、歴史と伝統のある素晴らしい東京ヴェルディという組織でスタートできることを大変嬉しく思います。プロサッカー選手として、自分の今までサッカー人生でお世話になった方々への感謝の気持ちをピッチで表現し、見ている人に勇気や感動、明日への活力などを与えられるようにこれから頑張っていきたいと思います。主にポジションはボランチをやっています。プレーの特徴は球際でボールを奪うことだったり、セカンドボールの回収、運動量などが自分の武器です。そうです、今まで緑色のユニフォームを、まあ、ユニフォームのチームに所属したことはないので、まあ、これから心身ともに緑に染まっていきたいと思います。攻撃面で上手い選手が多いだったり、まあ、戦術的にポジションを取って相手を圧倒したりというような印象を持っています。ピッチで、戦う姿勢だったり、最後までボールを追いかける、見ている人に何か心を動かすようなプレーをしていきたいと思います。応援よろしくお願いします。